りだってのに仮装してないじゃないか。うちあんたの仮装も楽しみにしてたんだよ。これでも仮装しているつもりなんだ。あ、しずえさん、みなさんこんにちは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年10月31日土曜日の午後5時4分です。今日は夜の12時までハロウィンのイベントを開催中ですよ。みんなで仮装してお菓子をもらったり、仮装した人にお菓子を配ったり、とっても盛り上がっています。私はお仕事があって参加できませんが、ハロウィン気分を味わいたくてせめて帽子だけでもと被ったんです。多分私これと同じ帽子ゲットしたんじゃないかな。同じじゃないかもしれん。多分同じなはず。では本日のその他のお知らせです。明日ツンドロさんがアイナ島を出ていくそうで、引っ越しの準備をされています。寂しくなっちゃいますね。ツンドロさんとお話ししたい方は今日中にお家を建ててくださいね。ってことはあれやん、せっかくのハロウィンなのにツンドロさんは今部屋の片付けをしているということ、つらでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。かわいい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。待って、私めっちゃ普通の格好やけんちょっとハロウィン仕様になるね。アイダホ、良きライバルのアイナへ。オイラおすすめの筋トレメニューをお前に教えるぞ。腹筋100万回3セット、腕立て100万回3セット、スクワット100万回3セット。達成したことないけどな。ムキムキのアイダホだ。絶対無理やん。1セットも無理やと思う私。アイダホも無理よね絶対。よし、じゃあ着替えてきます。ということで、とりあえずちょっとハロウィンっぽく仮装を木製クローゼットで着替えようかな。着替えます。じゃあ今のこれは、あ、ほらほら、しずえさんと同じ。イエーイ、かわいい。どうしよっかな、学士の服がそれっぽいかなって思うんやけど、ドレスでも良きよねあ、でもな、黒じゃないけんな、ドレスが。バレエの衣装っていうのもあれやし。学士の服にしていこっかな。ね。ってことでちょいと。はい、学士の服。そして、これ多分下がいるんかな。下どうしよう。ズボンがいいよね、やっぱり。あ、ちょっと待って。あれ、タイツとかないんか。タイツがないっぽい。アンティークのブーツとか合わしとこうっと。こんな感じでいっかな。よし。ということで、いきますか。ガーガーガー。着替えてきました。しずえさんと同じ帽子。お、なんか笑顔で近寄ってきた。アイナさん、ハロウィンのお祭りでお会いできて嬉しいです。でもお気をつけください。地上をさまよう人々にはアメちゃんをあげないといたずらされちゃうんですよ。ということで私も、あ、かわいい、角生えとるやんマミーさん、トリックはトリート、お菓子をくださらないといたずらしちゃいますよ。たぶん、はい、あげます。じゃあ私あんまり買ってないんよね、飴。はい、どうぞ。ちゃんとこれ1個だけやろうね。はい、皆さん、ありがとうございます。さて、お菓子をくださったことですし、お返しにハロウィンテーブルセッティングを差し上げちゃいますね。お？ハロウィンテーブルセッティング？良いハロウィンを、ダフン。ところで、皆さん、ハロウィンにぴったりなリアクションがあるので、特別にお教えしちゃいますね。なんか新しいリアクションが2つ増えたらしいよね。わー、いたずらしちゃいますよびっくりしました。脅かすのリアクションです。ぜひ使ってください。ダフン、脅かす、いいね。脅かすのリアクションを教えてもらった。ガオーなんかシャーって感じの声が聞こえた。脅か、ちょっと待って、アイテムがいっぱいで置いとった。雨が脅かすセットしとこうっと。登録、脅かすがーね。ちょっと見て、ラミーさん、なんか脅かし返されたんですけどやり返されるんや。なるほど。あ、これ育てとるかぼちゃ。でもなんかあんま
私リメイクしてないけあんま使ってないよね、かぼちゃ。どうした？殿様バッタかい？いいね、なんか音楽がハロウィンって感じ。お、いたいた、パンプキン。よっ、トリックアトリート。私はハロウィンの王様パンプキン。今日は年に一度のビッグイベント、待ちに待ったハロウィンのお祭りかぼ。あー、この日をどれだけ楽しみにしていたことか。君、なかなか見込みがありそうかもね。特別に私のしもべにしてやるかも。やだ。はにゃ、なんですと？もしかすると聞き間違いかもね。もう一度言うかもよ。君を特別に、この私、パンプキングのしもべにしてやるかも。感謝するかも。絶対嫌。はぁ、まったく強情な子だかもね。もういいかも。ただし、次私に逆らったら、とんでもない目に遭わせるかもよ。肝に銘じておくかも。と、まあそれは置いといて、とにかく君にお願いがあるかも。なるほどなるほど。続くんやね、ちゃんと。私は甘いアメちゃんが大好物なんだかも。君にはそのアメちゃんを持ってきてほしいかも。代わりにいいものと交換してやるかもよ。お、君はアメちゃんを持ってるみたいかもね。トリックアトリート。さあさあ、今すぐそのアメちゃんを渡すかも。はあ、どうぞ。ここは素直に渡すやつ。はーい、いただきます。めっちゃよだれが。ごちそうさま、美味しかったかも。それじゃ約束のご褒美かも。今回はダーサイバー大サービス、パンプキングフェイスをあげちゃうかも。パンプキングフェイス、かぶり物。あーっぽいね。上出来かも。さあ、こっからが本番かもよ。あ、マジで。次は私の大好物中の大好物、ロリポップを持ってくるかも。あー、なるほどね。そうすればさらにスペシャルなアイテムと交換してあげるかもよ。感じる、感じるかも。ロリポップはズバリ外にいる誰かが持っているかもよ。外にいる子にアメちゃんを渡していけばきっとそのうちもらえるはず。根気よく探すことが大事かも。私はこの辺をブラブラしてるから、ロリポップを見つけたら声をかけてかも。それじゃ頼んだかもよ。アメちゃんも引き続きよろしくかも。頼んだかも。そうだ、ついでにハロウィンにふさわしいリアクションを教えてあげるかも。あ、もうこれで両方揃った感じ。よく見てるかもよ。お菓子をくれないと後悔するかも。え、恐ろしい。ほう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 、びっくりしたかもか。今のは怖がらせるっていうリアクションだかも。ハロウィンにぴったりのリアクションだから、それを使って楽しむといいかも。怖がらせる、怖がらせるのリアクションを教えてもらった。いたずらしちゃうぞ、動き。え、これさ、ホラー村の人とかめっちゃいい動きなんじゃない？パチパチをとりあえず外して、怖がらせる、脅かすと怖がらせるかも。え、かわいい。あ、今怖がらせよった。しかも脅かす、めっちゃ使いまくるやん。ちょ、待って。みんな返してくれるんやね。何してんだって感じやけど。何その格好、かわいいね。トリックアトリート、何やってんだ。お菓子をくださらないといたずらしちゃいますよ。よ。めっちゃ丁寧。お菓子をくださらないといたずらしちゃいますよ。これどうぞ。みんなめっちゃするやん。はい。ありがとうございます。アイナさんからもらえて嬉しいです。さて、お菓子をくださったことですし、お返しにハロウィンなガーランドを差し上げちゃいますね。お、ありがとう。めっちゃなんか順番待ちが。良いハロウィンを。よ、どうもどうも。てか、パンプキングフェイスがちょっと気になってる。おう、パンプキングやん。ねえ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 、どこ行った？パンプキングおらんくない？案内所前のさ、この飾り付けもめっちゃいいよね。ほら、コウモリコウモリ。で、周りにもかぼちゃが置かれてあった。ここにもコウモリが巻かれてある。で、パンプキングどこ行ったん？あ、おったおった。ほら、お揃い。私の方がでかいんだな。ちょっと思ったけど、私の方がでかいの。パンプキングってちっこいな。ねえ、めっちゃちっこいな。よし。元に戻る。いいよ。トリックアトリート。お菓子をくれない子にはいたずらしちゃうんだから、だってば。みんななんかそれぞれ言い方が全然違って可愛いな。これどうぞ。
はい、ありがとう。あなたからもらえてすごく嬉しいわ。それじゃあこれは私から。ハロウィンなラグよ。もう雨がつきそうなんですが、素敵なハロウィンを。だってば、ありがとう。でも持ってない家具がいっぱいもらえて嬉しいよ。トリックアトリート。お菓子をくれない子にはいたずらしちゃうんだから。素敵ね。これどうぞ。ね、ちょっとビアンカの格好めっちゃ可愛くない？はい、どうぞ。ありがとう。あなたからもらえてすごく嬉しいわ。それじゃあこれは私から。ハロウィンの壁よ。一応あれよね。え、売り寄るやつと結構かぶっとるやつもあるよね。素敵なハロウィンを。素敵ね。素敵で挟む。ね、私あのさ、何やったっけ、あのテーブルがすごい気になってんけど、ハロウィンテーブルセッティングどんな感じ？あ、そういうことね。なるほどなるほど、これか。え、かわいい。めっちゃかわいい。いいねいいね。ハロウィンのタワーって何やっけ。あ、これはあれか、使ったやつかな。やんね、買ったやつやんね。これの色違いってことでよろしい？顔も違うんか。ほっ、今日もアメちゃんは売っているのかしら。どうも、いらっしゃいませ。ませ、たぬき商店ようこそ。ようこそ。可愛くない二人も。でも思うんやけど、これ多分さ、キツネとたぬきなんよね。片方かぶらんでよくないってめっちゃ思うんやけど。そたらの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませ売ってた。ダメは120ブルでございます。ふう、毎度ありがとうございます。まーす。なんか当日はさ、無限に買えるとかしてくれんかな。ありがとう、ありがとうございました。ました。一応なんかさ、飴を持ってない人とかにも救済処置があるみたいなことは聞いたんだけども。パンプキン。外にいる子が持っとるって言ったよね、ロリポップ。他に外にいる子いる？あ、ちょっと待って、メッセージボトル。メッセージボトル。どこかの島で暮らす君へ。朝のシャワーを浴びながら鼻歌を口ずさんでいると、このレシピが天から降りてきたのさ。知ってそうはないと思うから、君にも教えてあげるね。作ってもらえたら嬉しいな。DIY デザイナー、ロッキー。ロッキーって誰やっけ？鹿？ゴールデンアーマー、多分これ。あ、覚えてなかった。私が覚えてるのはあれか。頭と足？これで全部揃ったんかな、もしかして。他におらんくない？ハンナちゃんとか、みんな、家の中おるし。これはみんな、おお、どうした、またよっ。トリックアトリート、何回でもあるのね。お菓子をくださらないといたずらしちゃいますよ。タフン、これどうぞ。はい、どうぞ。わあ、イワさん、ありがとうございます。それでは私からもお菓子をお返ししちゃいますね。おお、ありがとう、マミーさん。ロリポップやん、しかも。かわいい。不思議な一夜を楽しみましょうね、タフン。うんうん、ぜひぜひ。楽しんでこ。私はこのロリポップを、パンプキングに渡してくるよ。パンプキング。あれ、さっきこの辺歩き寄らんかった？また消えたんですけど。パンプキング、ポタ。待って、どんどん進んでいかないで。はっ、その匂い。甘いお菓子を持ってるかもね。私にはわかるんだかもよ。トリックアトリート。さあさあ、早くそれを渡すかも。どうぞ。ロリポップ。はい。これは。ハッピーハロウィーン。鼓膜が。私の大大大好物、キングオブお菓子、ロリポップだかぼ。もう待ちきらない、いただきまーす。おう、焦るな焦るな。甘ーい、ほっぺたが落ちそうかぼ。君よくやったかぼ。特別なご褒美を授けるかぼ。パンプキングっていうのは本当になんかかぼちゃの生物なんかな、なんかかぼっとんかな、かぼちゃは誰かが。
ハロウィンの馬車だかぼ。こんなにいいものあげるんだから、パンプキングに返すするかぼ。ハロウィンの馬車？カボチャの馬車？シンデレラ的な？でも、まだ満足できないかぼね。もっともっとルリポップを食べたいかぼ。またルリポップを見つけ次第、私のところへ持ってくること。働きに見合うご褒美もあげるかぼよ。あれかな、普段さ、こっちで日替わりで売り売るハロウィン系の家具は、飴でもらえる家具で、ロリポップでもらえる家具が、イベント限定ってことかな。馬車。はぁ、いいね。開くこれ。あ、電気。なるほど。そういう感じなんや。すごーい。メルヘンな島作りにも良さげな感じやね。あ、ラーマン。今日の格好かわいい。トリックアトリート。お菓子をくれないと、いたずらしちゃうよ。あは、悪そうな顔。って嘘？アイラちゃんってバメちゃん一つも持ってないの？そっか。オッケー。じゃあ特別に個体のアメちゃんを分けてあげる。持ってなかったらこういう感じになるのね。優しいモニカありがとう。今回だけのスペシャルサービスだよ。せっかくのハロウィンなんだし、みんなで楽しまなくっちゃね。あは。そうだね。ありがとう。みんな動いてなくない？そこから。脅かし合いしようかな。みんなめっちゃ脅かし合いしよりやん。何をやっているんだい。ねえ、今もらったやつでさ、なんかせない。あー、脅かすのも脅かされるのも超楽しいよ。あと、アメちゃんがもらえるのもポイント高いと思わない？ハロウィン最高。あは、話しかけたら必ずなるわけじゃないよね。なるほどなるほど。一通りと、あとは向こうから来てくれるのを待つ感じなのかな。あ、家の中におる子とかは？ハンナちゃん、お邪魔しましょう。あ、でもあれや、ロリポップ持っとるのは外におる子って言ったよね。かわいい、パーカー着てる。パーカーね、雨あげないって選択したらどうなるのかな。アイナ、よく来たね。ハロウィンっていう特別な日に来てくれるなんて嬉しいよ。あれ、せっかくのお祭りだってのに仮装してないじゃないか。うちあんたの仮装も楽しみにしてたんだよ。これでも仮装しているつもりなんだ。ハロウィンらしくホラーの仮装して来てくれた私にはラムちゃんあげてるのさ。今からでも遅くないし、一緒に楽しもうよ。ホラーな仮装。なるほど。なんかテーマ出された。テーマホラーな仮装やって、どんな感じ売りうるかな。ゴーゴーゴー。よいしょ。かわいい、キミオさんにも角が。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。いや、私もうさ、帽子だけで残りはあるものでいいかなって思ったんやけど、まあ一応テーマっていうものがあるのね。でもホラー系別に特にない気がするんよね。この辺は？あ、タキシードドレス全然違うね。派手なアニマル、丸耳帽。あ、これじゃない？あの、豆吉、粒吉の片方が被っとったやつ。ほらほら、系はないんだよ。申し訳ないけども。やめとくのね。またいしてもどうぞ。系統とかってわかるっけ？服の。おおきに、またどうぞ。見た目？じゃないよね。よし、ってことで、とりあえず。トリックアトリート。お菓子をくれないと。いたずらしちゃうよ。あは、もらったやつだけど。はい。え、3つもくれたんや。ありがとう。1個かと思っとった。キャー、やった。サンキュー、アイナちゃん。あたいからも最初にハロウィンらしいものプレゼントするね。ハロウィンの床だよ。どんどん揃っていくハロウィン系。ハッピーハロウィンだよ。あは。よきかな、よきかな。よっ。トリックアトリート。かっこいいな。お菓子をくれない子にはいたずらしちゃうんだから。素敵ね。はい。どうぞ。ありがとう、アイナさん。素直でいい子ね。私からは、そうね。ロリポップをあげるわ。今回は特別よ。最後のアメちゃんの時ちょっとあげないにしてみよう。この夜を楽しみましょう。素敵ね。やっほー。トリックアトリート。お菓子をくれない子にはいたずらしちゃうんだから。だってば。
あげるにしてしまった。いや、あげない。もうアイノさんたら、そっちがその気ならこうよ。いやー、なに気分はどうかしら。私って芸術的センスもあるのよね。元に戻る方法を知りたい。それはね、ドレッサーとか姿見でめちゃにして直してちょうだい。木製テーブルミラーを渡しておくから使うといいわ。アフターサービスよ。おー、徹底してらっしゃる。あー、なんか肌の色が変わっとる。あと顔はフェイスペイントで描いたから、ポケットに着替えるところでも消せるの。覚えておいてね、立ってば。いたずらされた結果、かわいい。え、これはこれでかわいくない？てかハロウィンっぽくなったよね、むしろ。え、好き好き、ありがとう。ありがとう。で、はい。は、その匂い。甘いお菓子を持ってるかもね。私にはわかるんだかもよ。トリックはトリー。さあさあ、早くそれを渡すかも。ってことで、はい、どうぞ。あんなチャチチャっとこんな可愛く仕上げてくれるのすごくない？ハッピーハロウィーン。次は何をくださいますか？もう待ちきらない。いただきまーす。馬車の次、また大きいものくれるんかな。楽しみー。君、よくやったかも。特別なご褒美を授けるかも。ほ。あ、レシピ。ハロウィンの馬車のレシピ。馬車のレシピ。なるほどね。まあ、かぶってはいるけども、レシピは持ってないから。いやー、顔いいな。この落書きも何種類かあるんかな。面白いね。よきよき。はい、ということで、まあ、今日一日こういう感じで繰り返しってことやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんか始めた時よりも終わりの時の方がハロウィンらしい感じになった、見た目が。いいね、いたずら、かわいい。